ジョナサン・スペクター。ジョナサン・マイケル・ポール・スペクター。ジョナサン・マイケル・ポール・スペクター。1986年3月1日体は、アメリカ合衆国入りのイシューアーリントンハイツ出身の、元同国代表サッカー選手。ポジションは DF 及び MF。十代の時に、マンチェスター・ユナイテッド FC と契約して、イングランドでプロ生活を開始したが、ほとんど出場することなく、 チャールトンアスレティック FC への期限付き移籍を経て、ウェトハムユナイテッド FC と契約する。ウェストハムでは2006年から放出される2010から11シーズン終了までの間で100試合以上に出場した。また、ユース時代はストライカーとしてキャリアを開始しているが、プロになってからはディフェンダーに転向しており、基本は右サイドバックでプレーつつ、時折、 ゼントラルミッドフィールダーとしてもプレーする。四兄弟の末っ子として、イリノイ州シカゴ郊外のアーリントンハイツで育った、スペクターは2003年に入団する前にでの、高校サッカーとバッファローグローブのシュバーベン AC、シャベン AC でキャリアを開始し、2003年夏の17歳の時にアメリカ合衆国サッカー連盟によるブレーデントンアカデミーのプログラムを終了した。 父親はアイルランド共和国とイングランドの家系。母親はドイツの G 年に生まれたこともあって、ドイツのパスポートを取得しており、イングランドでプレーするための労働許可証を得する。必要がない。また、祖父は NBA のバスケットボール選手であり、ボストンセルティックスが創設された1946年に最初に契約した選手として知られている。アートは、スペクターが、 生後15ヶ月の1987年6月に、成去した。もともとストライカーだったスペクターは、2003年に U-17 アメリカ代表として、ミルクカップ参加した際に、味方の守備陣が負傷した影響から急遽不慣れなポジションでの出場を余儀なくされた。そのプレーが、イングランド一部の名門マンチェスターユナイテッド、FC のスカウトに感銘を与え、 大会終了後にスカウトはスペクターの所属クラブに獲得の打診をした。2003年夏にマンチェスターユナイテッドへの入団を果たした後、2004年5月10日にリザーブチームでの活躍から同クラブの下部組織と2軍に所属する若手選手に贈られる年間最優秀若選手賞を獲得すると、 8月9日のアーセナル FC との FA コミュニティシールドで試合残り8分からトップチーム初出場を飾り28日のブラックバーンローバーズ FC 戦でリーグ初出場した12月に入りアレックス・ファーガソン監督から同シーズン残りをブラックバーンで過ごすことになると発表されたが負傷によって遺跡話は消滅しその後も負傷から回復することはなかったため 2005年1月31日の遺跡市場が閉鎖されるまでの間に期限付き遺跡の動きを完了させることができずに残留となった。より経験を得るため、2005から06シーズン開幕前の7月11日に、同国一部のチャールトンアスレティック FC とシーズン終了までの期限付き遺跡で契約し、公式戦で先発16試合、途中出場8試合に出場した。 発試合出場したマンチェスターユナイテッドに別れを告げ、2006年6月15日に、初期遺金50万ポンドで、アラン・パーデュー監督率いるウエストハムユナイテッド、FC と契約する。加入当初は負傷で出遅れたこともあって、守備陣の控えとして見られていたが、守備のポジションならどこでも卒なくこなせることから9月28日に、US チッタディッパレル元の UEFA ップ2006-07。07 第一戦で初出場を飾って以降公式戦に28試合した2007年11月10日のアウェーでのダービーカウンティ FC 戦5から0で待望のプロ初得点が生まれたかに思われたが相手選手であり同胞でもあるエディ・ルイースのオンゴールとして記録されて初得点はお預けとなった二千八から零球シーズンは代表戦での負傷により二千八年六月二日に 股関節の手術を受けるため最大半年の離脱が発表され、シーズンのほとんどを欠場することになる。それからちょうど4ヶ月後の10月2日にチームへ合流すると、試合出場は年末まで待たなければならない状況ながらも、それまでの貢献が認められ、11月16日にチームと契約を3年間延長させることに成功し、12月28日のストークシティ FC 戦、 2から1で89分から復帰を果たす。試合後により多くの先発での出場機会を渇望していることを語ったものの、首相ルーカス・ニールの存在からなかなか出番を訪れずにいたが、復帰後2試合目となった2月21日のボルトン・ダラーズ FC 戦では、ニールが出場停止のために先発出場をすると、66分に完璧なクロスでスコット・パーカーの得点をアシストして、 自身の力を示した。しかし、以後は3月4日のウィガンアスレティック FC 戦で、ジャック・コリソンの負傷により、ミッドフィルダーでプレーし、16日のウエストブロムウィッチ・アルビオン FC 戦では、マシー・アップソンの負傷で、センターバックを務めると、なかなか自身が望むポジションを任されることがなかった。2009から10シーズンになると、 ニールが移籍したことで主力に帰り咲きリーグ1027試合に出場することになるが、エリタ・イルンガの負傷から右利きにもかかわらず、出場したほとんどで左サイドバックを務める。ジャンフランコゾラ監督からアブラム・グラント監督に交代した2010から11シーズンでは、出場機会が限定される苦しいものだったが、そのような状況下で相次ぐミッドフィルダーの故障によって、 グラント監督からミッドフィルダーへ転向させられると、怪我明けで不安定のスコット・パーカーの代役として、中盤中央で先した11月30日のフルス、マンチェスター・ユナイテッドとのフットボールリーグカップ、4から0でプロ初得点を含めて2得点を挙げる、活躍を見せ、続くリーグ戦のサンダーランド AFC 戦、0から1は敗戦こそしたが力を、再び証明した。 2011年1月22日のエバートン FC 戦では中盤のサイドで先発出場してリーグ戦初得点を記録。このように後半戦から出場機会を増加させたもののチームの二部降格を防ぐことはできず6月にクラブから放出された。新シーズンの開幕が目前に迫った2011年8月2日に 同国2部のバーミンガムシティ FC と2年契約を締結する。クラブ史上50年ぶりの出場となった主要、欧州カップ UEFA ヨーロッパリーグ2011の12プレーオフの初戦である CD ナショナルとの第一戦0から0で中盤中央で移籍後初出場、それから3日後のミドルズブラ FC 戦1から3でリーグ初出場を飾った。 バーミンガムでは当初中盤中央で主力を務めていたとがそれぞれ負傷離脱したことでクリス・ヒュートン監督によってキース・ファヒーとのコンビに抜擢されて賞賛されるプレーを披露し8月28日のコベントリーシティ FC とのフットボールリーグカップで遺跡後初得点を挙げた後半戦からはスティーブンカーの負傷で右サイドバックを務めていたが 2012年3月14日のレスターシティ FC 戦で太ももを負傷し、5月にブラックプール FC のと昇格プレイオフで復帰するも、チームは2試合合合計2から3で、プレミアリーグへの復帰を逃した。2017年1月24日、バーミンガムとの契約を双方合意に基づき解除。オーランドシティ SC に加入し母国復帰となった。2019年3月、 ハイバーニアン FC とシーズン終了までの短期契約を結んだ。2019年8月に現役を引退し、アトランタユナイテッド FC の国際スカウトに就任した。フィンランドでの 2003FIFAU-17 世界選手権でプレーし、2004年11月17日に 2006FIFA ワールドカップ北中米カリブ海予選のジャマイカ戦でアメリカ代表初出場を飾る。 オランダでの 2005FIFA ワールドユース選手権とクラブでのプレーから 2006FIFA ワールドカップのメンバー入りすると思われていたが2006年4月17日のポーツマス FC 戦での方の負傷にって W 杯に出場する機会を逃した2007コンカカーフゴールドカップでは2007年6月のシカゴでの決勝戦でメキシコを2の位置で下した優勝メンバーの一人だったが 同試合で、アンドレス・グワルダードと頭を衝突した影響で、ふんくしめくと交代しなければならなく、それからほどなくして、ベニー・ファイル・ハーバーが決勝点を挙げている。スティーブ・チェルンドロとフランキー・ヘイダックが負傷により、不在だったことで、フィファ・コンフェデレーションズ・カップ2009のメンバー入りを果たしており、また、代表での地位を確立する好機を得、 右サイドバックとして全試合に先発出場をする。同大会では、エジプトとのグループリーグ最終戦線でのクリント、デンプシーの重要な得点をシスとして、総得点による突破に貢献すると、決勝のブラジル戦で再び右サイドバックからの、長距離クロスでデンプシーの先制点をアシストした。長期の負傷から2009年の 2010FIFA ワールドカップ、北。 中米カリブ海予選最終予選中に復帰を果たすと、奥次オニエウが長期の負傷となったため、それまでの右サイドバックから、時折首相のカルロス・ボカネグラとセンターバックのコンビを組むこととなる。予選最後の試合である10月14日のコスタリカ戦で出場することはなく、その後は11月、3月と親善試合に不定期ながらも招集されて、最終的に、 ボブ・ブラッドリー監督による2010フィーファワールドカップのメンバー入りをした。同大会はチェルンドロの存在から出場は訪れなかったが、下旬のブラジル、コロンビアとの親善試合には右サイドバックとして先発出場している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。